で、イベントとかでどうすか、洋平さん。やっぱり最近多いのは、まあ、マリアージュがどこでも多いのと、はいはい。あと、カイジのリアル。カイジのリアル、おぉ。これが結構、まあ、今言われてた単色のリアルですね。そうですね。これが結構出てきてて、うんうん、で、今年多かったのは、オイランなんですよ。へぇちょっとびっくりしたんですけど、どこのイベント行ってもオイランがかなり仕上がってて。はいはいはい。去年まで結構オイランが難しいって言われてたんですけど、今年は結構仕上がってましたね。大概こう綺麗に出てたんで。うん、皆さんのこうブリードが進化してるんですかね。そうですね。やっぱり体型も良くなってますしね。で、まあ、夜桜はやっぱりどこ行ってもいますね。あ、うん、で、まあ、頭はやっぱり柿色からピンク頭、はいはい、この辺はもう、ブリーダーさんによってだいぶ変わってくるんで。まあ、従来の夜桜系統か、まあ、夜桜ゴールドって言われてるタイプか。そうですね。ですね。で、まあ、メビナ由来のやつですね。うんうん、あ、そうですね。で、あとは、夜桜でも、ブルーラメは今年多かったですね。ああ。綺麗な、結構、やっぱり夜桜は人気あるかなっていう感じと、あとは、陽気比なんですけど、はいはいはい。熊陽気比がポピュラーに、出るようになりましたね。はい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 。いや、熊陽気比ほんとどこでも見るように、なりましたし、やっぱ赤いですよね。赤いですね。うん。まあやっぱり陽気比赤いメダカをあるっていうだけで、やっぱり華やかというか、はいはい、やっぱり一般の方も来るんで、うんうん、赤いメダカってびっくりするみたいで、金魚みたいっていうので。ああ、なるほどですね。はい。で、やっぱコアな方になると、やっぱり五色とか、ゴッド系だとか。は結構、見てますね、皆さん。でもやっぱ女性はやっぱダルマ多かったですね。ああ、なるほどですね。やっぱダルマ人気だったね。そうですね。あとはもう、やっぱり家族で来られる方も多いんで、はい、子供さんもやっぱりダルマ結構好きだったりするみたいで。はいはいはい。うん。やっぱぴょこぴょこしてるのがいいみたいですね。そうなんだよね、あの動きがね。かわいい。はい、一生懸命泳いでるっていう感じ。やっぱりなんていうんですかね、年齢が高い人だっていうのは三色が好きですね。ああ、三色ね。まあ、二色合意的なね。そうですね。うん。で、三色の中でも今年は対外光が多いじゃないですか。全体的に。はいはいはい、多い。うん。三色対外光。いいかな。これがちょっと多かったですかね、今年のイベントは。はいはいはい、うん、まあだいぶまたコロナも増えてきてるんで、ちょっとそうですね、イベントがねまたちょこちょこなくなっちゃったりするかもしれないんですけど、はい、うん、まあイベントが多分一番こうその一般の方、まあ要はまだメダカのブリードをされてない方もまあメダカに触れるチャンスがまああるいい機会なんですけど、うん、まあ、そこで、まあ、一番人気なやつっていうかこう目を引かれるものっていうと、まあ、やっぱ陽気比とかこう赤いメダカ、まあ、要はそのはっきりしてるメダカですよね、うんうん、まあ、その三色だったり紅白だったり、まあ、単色系の何かだったりとかですね、うん、結構コアになってくるじゃないですか。マリアージュとかこうヒレの先が分厚いとかヒレが伸びてるとか、うん、ワシャワシャしてるみたいなのっていうのはこう結構、まあ、コアな人たちがこう見るとこなのかなと、うんうん、単純にこう色のこうインパクトはやっぱ陽気比が強いかなと、うん、そうですね、これメダカみたいな感じでね、うんうん、結構ドライブインとかでやってるイベント今回たまたま多く行ったんですけど、はいはい、バスで来るんですよね、お客さんが。おお、ああ、なるほどですね。はい。そうすると、やっぱり、
パッと見た目やっぱ赤いのとヒレナガっていうのは人気ありましたね。これは何なんですかっていうスタートから、熱帯魚ですかっていうのがよく聞かれてたんですけど、いや、メダカですよっていうので、すごくなんかびっくりされてましたね。熱帯魚の感覚があるみたいですね。三色見るとね、濃いですかってね。濃いじゃんってね。はい、ということでですね、今回の動画は、イベント、メダカのイベントでですね、人気な品種というところで、まあ、今回ね、よくイベントに行かれるですね、洋平さんの方に、まあ、どんな品種が多いかを聞いてみたんですけども、やっぱりですね、インパクトのある、色合いのメダカっていうのは、やっぱりですね、まあ、メダカを初めて見る方とかですね、まあ、今やられてる方もそうなんですけども、やっぱりね、見た目インパクト、まあ、赤いメダカとかですね、ヒレが伸びてるメダカとかだるまちゃんとか、こう個体の、インパクトがあるものに関してはやはりね、目を引くというところですね。なので、まあ、イベントにね出展されたりとか、販売される方のヒントとしては、まあ、そういうインパクトですね、はい、特徴的なメダカを、持っていかれるのが、まあ、良いのかもしれません。そして、まあ、イベントをね、行かれる方も、そういったねメダカをちょっと目指して、まあ、いろんなねイベントに行かれてみてください。まあ、今ね、コロナがかなり、増えてきていますので、メダカイベントもねかなり中止というのをよく見てます。なので、まあ、コロナが明けたらですね、また、各地でイベントが開催されると思いますので、まあ、感染対策しながらですね、メダカのイベントを楽しまれてはいかがでしょうか。はい、それではですね、また、この4人で、お話しした、ライブっていうのをまた編集してですね、次回以降に、流していきたいと思いますので、またご視聴の方よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でもお会いしましょう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。コメント等々もお待ちしていますので、よろしくお願いいたします。